ヒュニン会は、韓国の歌手。韓国の5人組男性アイドルグループトゥモロー、X トギャザーの最年少メンバーである。本名は、カイカマルヒュニン。アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル出身。血液型は A 型。ビッグヒトミュージック所属。2002年8月14日、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルルに生まれる。ドイツにルーツを持つブラジル生まれのアメリカ人の父と、 韓国人の母、モデルとして活動している2歳上の姉と同じく、モデルとして活動している2歳下の妹を持つ。中国で音楽家や俳優として活躍していた父親の影響で音楽に興味を持つようになる。リラ芸術高等学校に通い、後に、管林園芸芸術高等学校に編入した。姉と別の芸能事務所のオーディション受験の際に、現在の事務所である。 ビッグヒットエンターテイメントのスタッフにスカウトされ、オーディションに参加した。オーディションでの歌唱曲は、学童ミュージシャンのギブラブ。2019年、約2年6ヶ月の練習生期間を経て、2019年1月10日に、トゥモロー・エクス・トゥギャザーの結成が正式に発表された。1月13日、個人イントロダクションフィルムが、YouTube で公開され、主認会は、 グループで3番目に公開されたメンバーとなった。3月4日、ザ・ドリーム・チャプター、スターをリリースし、正式にデビューした。8月8日、ビッグ・ヒット・エンターテイメントから当初8月に、新しいアルバムをリリースする予定であったことが、発表されたが、4順が腰痛、スビンは流行性格血膜炎と診断を受けたため、9月に延期された。8月20日、 テヒョンとヒュニン会も流行性核結膜炎と診断されたため、新しいアルバムは9月から10月にリリース日がさらに変更されたことが発表された。最終的に10月21日にファーストフルアルバムザ・ドリーム・チャプター・マジックがリリースされた。収録曲であるローラーコースターの制作に参加し、グループで初めての楽曲制作に参加メンバーとなった。 2020年5月18日、セカンドミニアルバム、ザ、e ・ドリーム・チャプター・エターニティがリリースされ、メンバー全員が収録曲、メイズ・イン・ザ・ミラーで作詞・作曲に参加した。ありがとうございます。